買う？どこよ。なんか止めないとね、どっかに。マックはあるよ。マックあるね。マックいらないでしょ。お兄さん、そう、こんな時にお兄さんを見逃さない。すごいよね、だからね、嗅覚が。そうよ、匂いがするんだろうね。ま、何うるさいわね。何の、何キャ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 うるさいわね。本当。え、どうする？買いに行こうかじゃん。買いに行く。買ってくるわ。うん。私が。ロータリー？そばでいいんでしょ？そばで。そばたくさん。そばたくさん。もうね、いっぱい食わないでしょ？食べたい。食べるの？お腹すいた。本当。裏にパーキングなかったじゃないのよね。なかったよな、もう。なかったよ。なかったよ。だけどね。見たわよ、曲がるわよ。曲がります。曲がるわよ。私たち。曲がります。バスもないでしょ。うん。いいんじゃない、バス別にね、ないんだから。バスない、ね。タクシーが来るんだよ、なんか、うん、ほら。ここね。タクシー。じゃ止めちゃいけないよ、車。え、全然タクシーだったらいいじゃん。ちょ、タクシーが来るから。これここら辺じゃない？止めんの、うん、違う？あったけどね、タクシーの。こういうところよ。バス乗り場。そう。そう。ここでいいの？そう。止めればいいの。オッケー。でしょ？うん。オッケー。よし。よし。じゃあ行ってくるから。何？南口駅前にあるの？うん。もういいわよ。ねえ。うん。もういいわよ。だって、じゃない？うん。ここに止めとけばね。中尾って書いておく？うん。中尾。近いでしょ？わかんないけど。車で行けないでしょ。うん、なんか車で入れないね、もうね。でも車で行けるって書いてあるよ。ねえ、頭おかしいんだ、だから。なんか、朝取ったらいけるんじゃない？あ、違う、中村くん。どうしたか？ナビ今やったら、うん、行けるわ。車で行けるって。本当に。なんなのよ、あんた。どういうこと？どうやって行くの？だってあれ。車で行けるの？だって塞がってたよ、両方。警察？ほら、警察のあんた。うん。うん、あ、夢案があるの？千川なら、千川近いね。ここから近いの？近いと思う。夢やん？いや、仙川行く？この時間夢やんの？夢やんあんの？あ、夢やんいいわね。あ、でもいいやもう。うん。中尾来たもんだった、あんた。中尾来た。夢はもうないって。ほら、あんた。行ったらもうあんた夢はないってよ。夢はもうないよ。夢はもうやってないってよ、あんた。あら、あんたここは？ジョナサン。あれ、ジョナサンあるじゃん。ジョナサンとそばなかったっけ？ジョナサン。ジョナサンはそばないでしょ。ないのか。うん。ジョナサンなし。ジョナサンはないでしょ、さすがに。あ、そう。うん、ジョナサンなんかありそうな感じするけどね、うどんとか。あ、でもジョナサンやってるんだ、この時間も。まだこの時間ジョナサンやってるって貴重ね。うん、あなた、ジョナサンやってるね。ないってよ。だから私もそう、ジョナにそばあるかもしれないからね。そばはない。イタリアンレストランでしょ、だからジョナサン。炭酸、そうそう、うん、そうなの。うん、ジョナサンってそうなんじゃないの？なんなの、ジョナサン。知らないわ、ジョナサンってそうなの。サイゼリアとかと同じじゃないの？いや、あれって、いや、あれ違うでしょ。パスタとかでしょ、やっぱイタリアンレストランじゃん。パスタのわけ和食もあるじゃん、ジョナサンって。うん、うん、ねえ、スカイラークでしょ、系列は。うん、うん、に転落した、あんた配信つければ、あんたイベント中でしょ。うん、そう。あ、そう、イベント中。これまたやればいいじゃん。あ、そうだね、また後でやれば。なーに、あんた、え、やりなさいよ、後で。まずちょっと寝させてよ。やめよ。寝てないんだよ、俺。やだよ、あんた。寝てないの、俺。最近成績悪いよね。あんたサボりすぎだ、あんた。サボりすぎか。うん。でも今日、今日も10時間配信あったけど、ね。あんた配信やってないでしょ。今日10時間配信あったけどね。先月よ。先月ね。先月結構配信つけたよね。あんたパニちゃんに負けて、あんたブチって配信切ったんだって。そう、ブチって。あんた聞いたわよ、あんた、パニちゃんから、あんたそうブチって配信切ったって。許せないです。対決、あなたからなんかコラボをね、対決してきて、負けたらブチって切られたっすね。あの野郎余計なこと言うな、マジで。じゃあなんでよ、あのブサイク。あんたブサイクじゃない、あのブサイク余計なこと言いやがって。あんたブスでしょ。え、ほんとねえ、ほんと配信回しなさいよね、ほんと。いや、さすが、いや、もう疲れたって、さすがに。でも、さすがに疲れるでしょ、引っ越しして、ワンちゃん迎えに行って、ねえ、掃除したりしてって、もう疲れ、さすがに。そんなことないわよ、あんた。朝からでしょ、あんたずっとやってんの？朝からやってる、今
朝かな。今日は7時からずっとやってた。あ、朝の7時かな。ドン。7時から8時ぐらいまで。あ、7時から5時とかまでやってたのか。疲れてる？何が中村がってこと？そんなあなた。ひーちゃんより配信したけど今日。何がいい？何が10時間ぐらい配信。じゃあ私朝の5時6時までやって、あとお昼から藤見ちゃんとやってるけど。やばすぎて。ねえ皆さん。おお。睡眠時間2時間とか3時間。でよ。昨日もとつもそうね。死んじゃうよ。できるわよね、みんな大丈夫できるわよ。よ、やりなさい。何ここ？なんか新しい駅じゃん。あれ戻ってきた？いや戻ってきてない、新しい駅で。何ここ？何駅なのこれ？ここでも中尾ってこれ書いてるけど。中尾って書いてあるね。何駅なのこれ？これ逆でしょまた。裏側だ。裏側なのこれ。さっきと同じじゃん。戻ってきたじゃん、じゃあ。何これ皆さん。何これ戻ってきたじゃん。待って。戻ってきただけじゃん。何これいいじゃん、戻ってきただけだよ。何これちょっと、皆さん、何ここ中華食堂あったけどね。あった、うん、何ここなんかここでなんかみんな車止めて飯食いに行ってんじゃん。ちょっと中尾どこなの中尾行けないじゃん。中尾行けないよ、もう。この裏側じゃない中尾って。裏側だよ。で、裏側行くの。また同じ道と。でもそこでさ、入っちゃいけないからね。これ裏側どうやって行くの？裏側は、わかんない。どうしようって。路中なんかこれ配信中にできると思う？ああ、できないと思う。無理じゃない？無理だ、ね。絶対売れるよ、みんなから。ギャー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 。路中なんかして迷惑配信者絶対言われるよ私たち、うん、迷惑配信者やめて言われるよ、うん、絶対言われるね。そうね、やばいよ、もう叩かれちゃう私たち。また狭いここ無理じゃない。じゃあじゃあだって行けんのこれ、わかんないけど行ってみようとりあえずそうね、恐れ知らずだよ。これしかないね。おー、なんか壺八とかうまそうじゃないのこれ。でもやってないのかも。うわー、何あれ、おばあちゃんいたよ。おばあちゃんいたね。なんかエグそうなね。なんでエグいのよ。なんでこんなとこに自転車止めるの。蹴っ飛ばすのマジこいつ。何をやってんのお店。うん、お、無人コーヒーだってな、これ。どういうこと。無人コーヒーとか出る、これ。すごい、無人コーヒー店。何ここ皆さん、無人のコーヒー屋さんあるよ。無人コーヒー店。すごい、セルフだって。セルフすごい。何なんだろうこれ、すごくない。無人コーヒー屋さんとかね。無人コーヒー屋さんだって、うん、これもうひーちゃんこれ戻ります、完全に。またこれ多分これ駅の向こう側じゃない。多分中尾って違う。そうだね。そうそうだと思う。だと思う。じゃあ車止めればいいの、うん、どっかで。どっかにね。路中禁止、うん、駐車不可なの。いや無人好きっていうかだってね、うん、あ、中華食堂あるんじゃない。中華食堂もあるね。そばありそうじゃない、うん、中華食堂あるよ。中華そばとか、うん、あるね。あるあるある。そっち行く？うん。車どうすんの？車どうしよう。止めるとこなくね。ないのよ。ないのよ。どうしたいの？何この街あんた。だから本当に車には優しく、だからみんな路中してんじゃないの。あんたここでやっていけるの？だから俺ここじゃないもんだって。ここじゃないんだって。俺近く、最寄りの一番おいしい。ああ。あったあった。あった。あったわ。あった。無料のやつあった。あった無料の。この時間ね、この時間行けるね。ひーちゃん出れないっす、ここ。何が？いいじゃん。あんた行けるじゃん。行けるこれ出れる。行ってごらん。うん、はい。はい、ひーちゃん持って。はい、はい、行ってごらん。バイバイ。行きましょう皆さん。お蕎麦の食べましょう、お蕎麦。ね、お蕎麦。やっとお蕎麦って感じ。皆さん、ね、やっとお蕎麦よ。お蕎麦。ね、中村くんに配信バトンタッチしましょうね。ね、皆さんイベント応援しますよ。ね、中村君のイベント応援しますよ。中村君2位だったよ。いいのね、今いいの2位で、うん、ね、1位朝だから俺朝と朝までやるの今日は。ん、朝まで配信やるの。朝からだから俺朝から。終わり。いやだからやるけど、やるよ、うん、やるけど、そうそう、うん、ね、このまま引き継いだわよね。このまま寝てないの俺。じゃあこのまま引き継いだ方がいいって。そう、みんなに投げてもらっていいのもね、無料ババババババって、ね、じゃない。皆さんせっかくいい流れなのにね、これでだって終わりなんてもったいないか。もったいないでしょ、こんなにみんな見てるのにさ。これでこれだったら中尾も行けるけどね。どっち行く。
どっちでもいいけど。中華がいい？中華がどっちでもいい。中華行く？そうよ、30分でも1時間でもさ、中村やった方がいいよね。そうそう、このまま流すから、こっちから全部。そしたらいけるでしょ。また1取ればいいじゃん。1取ったら寝ればいいんじゃない？ねえ。1取ったら寝たら？1取ったら寝ればやばい。なんで？だってもう何万ポイント、さっき抜かれたらしいよ。さっき抜かれた。いや、もう、はい、何これ？これする？クローズって書いてあるんだけど。え、終わり？嘘でしょ？開いたよ。終わりですか？はい、おしまい？はい、おしまいだって。すごい怖いんだけど。はい。はい。ちょっとあんた怖いわね。今。そうだよねあんた。怖いわよあなた。俺ら悪いことしたのかな。そうそう。はい。つって終わりですかみたいな。そうそうそう。怖いわねあの人。今の人よ。そうそうそう。クローズっていう風に書いてあんだろみたいな感じでしょ。ねえ、はい、そうそう、うぜえんだよみたいな。中尾あんのこっち。どこ？中尾どこなの？人すごいわねなんか中村くん。何これ？え？住んでんだやっぱりこれ。ここに？うん、このところに住んでんの人。住んでるね。まあ。どこ中尾は中尾どれだ、どこ中村くん、あったあったあった中尾。何中尾食べるためにこんなさまよってるのよ。じゃあ蕎麦を食べたいと思ったのよ、お蕎麦。そうそうね、あ、今日3連休じゃん明日から。うわー、やった。3連休なの？そう、3連休が始まるんだよね、明日、明後日、ね、明後日。じゃあ営業職の人は大変だ。そうよ、うん、皆さん、やだやだ、3連休だよ、始まるよ、3連休の。そうそうそう、ねえ、よいしょ。柴田っていうラーメン屋さんが美味しいな。そうなの？今やってない。中村君に教えてあげて。また私ほら来ないからここに。もうもう来ないの？こんな中を探すだけでこんな時間かかるの？普通に。よいしょ。何食べるの？よいしょ。全部食いなさいよ。何食うのあんた？はい。言って。何食べるの？はい。何？どれ？店内？店内。何？何食べよう？お蕎麦。蕎麦。そば。そば。何そば？鶏そば？大？大。大。トッピングは？あ、ウーロン茶いらない。鶏は？鶏？これとこれと。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 大丈夫？これと。これと。これと。じゃあ、浮きま、じゃあ、これもね。これもね。じゃあ、これも食べたい。あんた、こんな。あんた、いらないだろ、このやつ。あんた。ね、これ、あんた。こねらやし、あんた。どんだけあんた、ほんと食えんの、これ、あんた。あんた食いなさい、あんた。あんた、ほんと食いなさいよ。あんた、ほんと下の家って、あんた。あ、セットいいじゃん。ドンコンビ。何すんの、セット。好き、どうしようかな。何すんの、セット、何すんの。どうしよう、どうしよう、どうしよう。何？牛。じゃあ、カツ丼、ここまで。カツ丼？あんた、ほんと食えんの？カツ丼、じゃあ、ここ、好き、好き。こっちは大丈夫なの？いや、さっき頼んだよ。あ、そう。サラダいらないの？あ、そう。そう。サラダ食わないの、この人、皆さん、ほんと。次ひーちゃんね。波でいいの？そう。これ私こっちも。こっちやる。鶏からでも3つもいらないでしょ。鶏から3つだね、それ。こんないっぱいいるの？すごいよ。でひーちゃん食えるのだってこれ。わかんない。でも波だから大丈夫。あ、波だからか。波だもん。あ、これ美味しそうね。氷でしょだってこれ。そう、サラダもしとこう。青じそ。よし。置いていいや。ちょ待って。この4000も使う？これこんなのこれ使う？すごいこれ。こんないらないよね、こんないっぱい。何これ。フルコンボだな、あんた。ほんと中尾よ、皆さん。これ中尾でこんな使う人なかなかいないよね。中尾でこんな使わないでしょ、普通に考えて。あんたえぐい。これはい、ほんと。いや、もう自動で来るでしょ、だって。あ、そうなの？どこ座んの？こっちで座ったら、あなた座ったら
はーい。はーい、すいません。じゃあ一緒に座ろうじゃん。何のこうだ、こうだじゃないとほら座らないでしょね。ここ配信できる前でも私配信したよ、なんか中を結構できるよね、配信中を。でも親子丼のレベルの下がった。下がった。知ってる？わかんない俺。すみません。お兄さん、ちょっと動画でね、ご飯食べたいけど大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫？はい、大丈夫。どうもありがとう。大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。よいしょ。よいしょ。何？どうしたの？いや、腹減ったなと思って。ね、お腹空いたね。お腹空いた。お腹空いた。だいる人結構いる。4人ぐらい。私たちは5人ぐらい。うん。よく5人かな。うん？そんな全部あんた食えるんでしょうね。食べるよ。あんた。そもそもね、あんまご飯食ってないから。携帯持ってきた？携帯持ってきた。よかった。うん、私乾燥する。あ、乾燥するの？でも2本しか立ってない。あ、立ってるじゃん。立ってるの？大丈夫。園長、長村君半身つけるから。これ何だ？あ、あと残り9分か。そうそう、5分前ぐらいつけるから、うん、ね、なんかイベント頑張ってるんだって。うん、そう、頑張ってます。うん、別に長村君と別に会うも別にすっぴんでいいよね。化粧なんか別したところでどうすんの？そうね、俺とキーちゃんが顔イケメンならね、お化粧するけど。焼きそばパンしか食ってないの？焼きそばパンと、あと卵のサンドイッチ。あ、いいじゃないの。お昼？でもそれ食べたのさ、18時ぐらいだ。あ、夜の？そう。うーん、6時ぐらい、だからあれからもう6時間かけて。あ、そう。大丈夫？今から来るから、いっぱい食べなさい。ね、なんか痩せたね。嘘、なんか顔むくみが。95だよ。嘘、うん、嘘よ。体重マジ、うん、過去最高95キロ。座ってるだけで腰が痛くなる。嘘でしょ。ひーちゃんと会った時が78だから。髪お願いします。あれ、私髪どこ行ったかしら。置いてあるよ。髪いるの？お兄さん髪なかったらまずい。はい、あった髪これよ。はい、ありがとうございます。そうそう、そんな単純に見えないね。身長あるからね、中村君ね。うん、ちょっとそんなあるんだ。結構あれだから今見えないね、そんな風にね。ちょっと、あ、次やっぱ中村君のイベント落ちちゃったんだって。ねえ、私に気を使っていいのに。そう、あんま参加どんぐらいかだよ。頑張って10時間配信やったのに一瞬抜かれな。180センチあるの？ん？身長175。誰？1位の人誰？スミランカちゃん。ああ、スミランカちゃん強いね。68。スミランカちゃんってすごいね。今俺がイベントいつも強いね。43だから25万ポイント乗せないといけない。ずっと1位取ってるかもしれない。うん、もう2年3年とかなんですよ。もうずっと1位イベントね。もう何のイベントでも1位取ってるよ、スミランカちゃん。でもね、これとね、こっちの何かね違うかって、この人あのボーナス入ってこれだから、俺1回もボーナス入ってないんだよ。うん、1回もボーナス入ってないで43だから。じゃあボーナス入ったら分かんないね。分かんない、マジで。何ボーナスって。ボーナスだからこれね、ボーナス入ると、まあ、プラスランキングポイントが2000ポイントとかで、プチュンみたいなやつ。そうそう、2000、3000とか入ってくるやつ。あ、今回何プチュンがあるの？プチュンある。あ、ボーナスタイムがある。ボーナスもある。格変モードみたいな。格変モードみたいな。うーん、だからそれが入ったらもちろん分かんない。駅にも変わる。分かんないね。そう、ひーちゃんもやるんでしょ、後半最後ね。結構でもね、分かんない。大変だよ、みんな。何が大変だからさ、もうね、そのボーナス入るか入らないかで全然違うわけじゃん。まあね、
だってさ、ボーナス1回入るとさ、10万ポイントとかもらえるんだよ。ほんと皆さん応援してね、よろしくね、後半ね、10万ポイントとかもらえるからさ、応援してね。入らなかったらもうきついよね、だからね。確かにね、頑張ろうね、皆さんね、頑張ってみましょう。私なんてもうハードだよ。6日のバンジー終わって帰ってきてまたイベントだもん。ねえ皆さん大変だよ。奈々ちゃんのバンジー終わってね。バンジーもやるんだ。あ、キャンプも行くんでしょ。カマキャンプ。あ、カマキャンプじゃないんだよね。泊まりよ。泊まりなの。バンジーの前の日に。そうそう。5日6日でしょ。来たよあんた。でも誰の。私。俺のじゃない。でもこれ牛丼なの？牛すきの丼にしたの？牛すきでしょ。合ってるの？あんたのやつ？俺牛すきでしょ。波？あ、おう、大だ、あんただ。あんただ。俺大。大、あんた。いただきます。どうぞ。あ、どうも。すいません、お兄さん。ありがとうございます。はい、どうぞ。召し上がれ。どう？そば美味しい？どう？そば。うん。ねえ。うん。ご飯食ってない子みたいなねえ、ご飯食べてない子みたいな、うん、おいしい笑うわ。そんな子の炭水化物、炭水化物。牛丼そうだね。あら、私牛丼したんだけど、あ、私牛丼してないや。まあいいや。そうそうそうね、あ、いや、でもこの、あ、待って、サラダ来てなくない？サラダ、あ、お兄さん、お兄さん、サラダ来てないわね。サラダがないわ。サラダがないわね。ほら、サラダね、サラダよ、うん、サラダ大事よね。ベジファースト美味しい、うん、どう？そば、うん、美味しい。あの店員さん今面白かったよ。ああごめんって言ってた外人さんだからね。そういうのちょっとちゃんとね把握して言った。サラダ、あ、どうもー、すいません、どうも、 Thank you、 Thank you、 はい、どういたしまして、どういたしましてっておいしい。中村くん、あ、中村くん配信つけたら、あ、ありがとうございます。ありがとう、配信つければ、うん、ね、中村くんつけて、配信イベント、うん、ベジファーストってエビデンスなくて、あ、そうなの、あら、どういうこと、ベジファーストって食べても、でも関係あるよね。いや、関係あると思うよ。だってそうなの、血糖値はあれでしょ、上がるのを上昇するのを防ぐためにまず最初あれでしょ、野菜から食べるんじゃないのだって。ねえ、関係あるでしょ、うん、うん、そう、関係ないの、関係あるよね。中村くんさん配信してますか。何がつけた、配信つけた。中村くんの枠行ってお願いします。皆さんします、あの無料お願いします。関係ないって判明したの嘘でしょ。何がベジファーストは関係ないのね。じゃあ私がちょっと一回調べるから、これエビデンスを証明させるわ。エビデンス、じゃあ、ね、血糖値を抑えるって言ってたよね。そうそうね。じゃあだから私がね、根拠を出すから、そう、そんなね、ない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 言うんだったら、そうよ。どうしたい、無料アイテムお願いします、うん、無料アイテム、うん、ね、意外に美味しいよね。美味しい、そばうまい、うん、ね、美味しい。皆さん、あ、テレビで何関係ないって言ってたの。あ、そう、でテレビだったら本当かもしれないね。テレビ分かんないじゃん。テレビがだって最初言ったじゃん、ベジタブルマウスみたいな、うん、ね、テレビから始めたじゃん。
一回飲んでくわかんない。テレビが始めたのに。あ、飲んない。あんまりスープなんだ。うん。あ、なんかこう。でもなんか、スープだからちゃんとほら、謝ったらどうか。あんま食ったらうるさいじゃん。うん。何しろ、しといてやるの最後にも、しといてやる、うん、何しろこんなやつをしといて、うん、唐揚げ美味しい中村くんの話、皆さん言ってくださいね。お願いします。言った中村くんの話ね、うん、お願いします。三曲深いな。